AI と人間の未来はどうなるか？ AI の急速な進化は、私たちの未来に大きな影響を与えるでしょう。一部では、AI が仕事を奪うという懸念がありますが、実際には AI は私たちの生活をより豊かにする可能性があります。AI の力を借りることで、私たちはより効率的に仕事を行い、新たな創造的な取り組みに集中することができるようになるでしょう。また、AI は医療や教育などの分野で高度な能力を発揮し、私たちの生活の質を向上させることが期待されています。しかし、AI の発展には注意が必要です。倫理的な問題やプライバシーの侵害など、解決すべき多くの課題が存在します。人間と AI の関係を適切にバランスさせることが重要です。AI は私たちのツールとして利用するべきであり、人間の意思決定と倫理的な判断に従うべきです。AI と人間の未来は相互補完の関係にあると考えられます。AI が私たちの業務をサポートする一方で、私たちも AI をデザインし、進化させる役割を果たすことができます。最終的には、AI が私たちの生活をより便利で豊かなものにすることが期待されます。AI が普及する未来において、私たちは柔軟さと創造性を持ちながら、AI と協調して生きていく必要があります。教育や社会の制度も AI 時代に適応するよう進化する必要があります。AI と人間の共存を目指し、未来をより明るいものにするために、私たちは積極的に取り組むべきです。